おはようございます。本日はスマッシュいきたいと思います。よろしくお願いします。スマッシュっていうものを考えるにあたってですね、まず基本的なというか、まあ、大前提があってですね、まあ、ロブを打つわけですよね、スマッシュ、ね、ロブっていうのがまず深くて高いんですね。ちょうどいいところに来てくんないんですね。相手はね、抜こうとしてくるわけですね。なので下がりながら打てた方がいいと、さらに下がりながら後ろの方で打てた方がいいわけですね。こうガーッと下がってって、下がってって前で取るよりも、そうできたらそれでいいんですけど、下がってってはまだこうボールがこう来てるなっていうところをこういう風に打てるかっていう、それが大事になってくる。もう打てた方がいいわけです。これすると何歩か、まあ、一歩二歩稼げますので、そのね一歩二歩がねすごく大事になってくるわけですね。ってなってくると、まず腕として肘後ろで後ろのまま打てるかどうか、前で打つんじゃなくてバンとこう後ろのままですね、こうじゃないですね。でそれがまあサーブの時に、まあ、サーブの基本でやった動作ですね。なのでサーブの基本の動作というのもスマッシュにもつながってきますので、まあ、スマッシュ練習するんだったら、本当に左手を押さえてあげて、左手で来ないようにって押さえてあげて打ってあげるっていうとね、非常にいいかなと思います。まあ、サーブの練習と合わせて、そこはねやっていただくといいかなと。でもう一つが下がり方ですね。必ず下がるものだと思って、下がり方大事ですね。まずこう構えてます。はいですね。構えは股関節曲げて、股関節曲げると膝ちょっと曲がります。で姿勢を正してでコンチネンタルで握って、まあ、ネットプレーですので、ね、こうなってますね。でこの状態で良くないのが、ロブが上来たって言ってわーって言っても、股関節も上がるわ手も上がるわってなると、これでもね足は動きづらくなるし、手が上行くとバランスが悪くなるんですよね。重心が結構上の方に行っちゃうんで、すると倒れやすくなる。なので、テイクバックは全てのショットを横に動かしてるんですね。ただし上に飛んできたものに対してテイクバックするんで、横でちょっと上っていうのをこういう形ですね。こうじゃないですね。このグリップに対してこう角度がつくんじゃなくて、こう平行移動左手で持っていくような感じで、その際にお構えててこう持ってきますんで、体にちょっと横向きになるんで、で下がりなさいって言ったらですね、この状態でこういう後ろのバックの下がり方って多分しないんですよね。多分横向きになるので、テイクバックさえしっかり持ってきてれば、で股関節曲げたままね、はい、後ろに行くのの推進力は何かっていうとですね、これね、いろいろ足の動かし方、最初の一歩こうしましょうとか、次の一歩はこうやってとかって一応あるんですけど、これね、もうちょっとシンプルに、どっちの足から、まあ、どっちの足から行ってもいいんですけど、前に来た足、多分この状態でね、こっちが前に来ることないので、前に来た足で後ろに蹴る。後ろに蹴る。こう来た後、こう蹴るでもいいんですよ。どっちでもいいので、そう。後ろにあんまりねやらない方がいいなっていうのは、こう例えばこう来た足のこっちで下がろうとするっていうのはね、こう動きづらいんですよね。こっちで一回蹴っちゃう、うん、すると2歩目3歩目もスルスルっていきますもん。でですね、まあ、最初に言ったように、ロブはね高くて深いんですね。そうすると、まあ、ジャンル分けすると打つのに対して難しいボールっていうジャンルなんですよ。だから同じようなサーブと同じ腕の動作で打つとは言ってもですね、サーブは
自分で上げた打ちやすいボールを打つわけですね。スマッシュは打ちづらいボールを打つんですね。なのでより当てやすい状態っていうのを意識した方がいいです。ボールに対してラケット当てやすい状態するとですね、まず打点に近い方がいいですね。こうちょっとラケット短く持ちますけど、この電球が当たっちゃう。ここが打点だとしたら、ここに近いところにラケットがあった方がいいです。持ってこう、まあ、もちろんもうちょっと複雑な動きをするんですけど、イメージ的にはもうベッてこれで当たる。これがこう入ってたりとかすると遠いんですね。遠いんです。なので近いところで、さらにまあこう引いてきますんで、ここからね、体をまたいで後ろとかって入ってくるとまたね遠回りなんで、ここからすぐ当たるように、打点の近くにラケットしっかりセット。そう、左手でこうね、来るなよっていう形ですね。ナイス。そうだ、スイング自体もこのぐらいで終わった方がまあシンプルでいいかなと。で、今がね、今からちょっと頑張って下がりながらやっていきますけど、下がってって打つってなるとやっぱこのぐらいで終わった方がいいですよね。下がってって振り抜くとかっていうとすごく動作が大変になってきますので、打点ぐらいでピッと、ね、止めるような感じ。じゃあちょっと深めのボールをお願いします。